ジュリアン・ディバルは、フランス、エブルー出身の自転車競技選手。AG に R、ラ・モンディアルに所属。2006年、カデカテゴリーのフランス選手権、トラックレースに出場。マディソンと個人追い抜きで優勝。2007年、フランス選手権、ジュニア団体追い抜きで優勝。ヨーロッパ選手権、ジュニア団体追い抜きで2位。2008年、ヨーロッパ選手権、 ジュニア団体追い抜きで優勝。フランス選手権、ジュニア団体追い抜きとポイントレースで優勝。UCI トラックワールドカップの出場メンバーに選出される。2009年、UCI トラックワールドカップの仮大会と北京大会に出場。仮大会では団体追い抜きで4位、マディソンで7位。北京大会ではマディソンで8位、団体追い抜きで9位だった。 2010年、世界選手権、トラックレースの団体追い抜きフランス代表メンバーに選出され9位。フランス選手権、オムニアムで優勝。UCI トラックワールドカップのメルボルン大会で、オムニアム11位。その後、2011年と2012年に、フランス選手権、トラックレースで新たなタイトルを獲得し、2013年に、 コンチネンタルチームのルーベリールメトロポールとプロ契約。2013から2014年、ルーベリーールメトロポール2013年、1月に、新しいルーベのベロドロームで行われた、フランス選手権マディソンで、モルガン・クネスキとのペアで優勝。7月、イエールで行われたフランス選手権個人追い抜きでも、優勝。ロードレースでは、パリとロアで2位、ダンケルク4日間レースで、 三学賞、パリ、アラスツアーで、総合2位。2014年、パリ、アラスツアーで、第一ステージのチームタイムトライアルで優勝し、総合3位。グランプリクリスタルエネルギーでは、アマチュア時代のチームメイト、ケビン・ラルエットを抑えて2位。2015から2016年、アルメード・テール2015年、アルメード・テールに移籍。2月に、フランス。 3イコール簡単イコールアンイブリーヌで行われた世界選手権トラックレースではフランス代表メンバーになり団体追い抜きではブリアン・コカール、ダミアン・ゴダン、ジュリアン・モリスと共にフランス記録を2回更新し7位入賞したロードレースではエトワールド・ベセージュ第1ステージ5位ブークルドラ・マイ・エンヌ第3ステージ7位クラシカ・コルシカで10位2016年ラルト・ランジェルで3位 ブークルドロルヌで5位、ブークルドラマイエンヌで総合7位。夏には、ポリノルマンドで、ライアン・アンダーソン、バプティスト・プランカールトに続き3位。活躍に、AG ニアール、ラモンディアルが目をつけ、AG ニアール、ラモンディアルとプロ契約。2017年、AG ニアール、ラモンディアル2017年、プロ1年目ながら、オムロープヘッドニウスブラッド、ドアルス、 ドール・フラー・アンデレン、イー・サン・ファレル・ベイク、パリ・ルーベなどの UCI ワールドツアーレースに出場。8月には、ブエルター・エスパーニャに出場。ロマン・バルデのアシストをこなし、総合108位で完走した。ブエルター・エスパーニャ。ありがとうございます。